ちょっと下がら。てめえだよ。逃げやがった。ちょっと下がら。顔が気に入らねえんだよ。なんだよ。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポートを横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はねえ。邪魔すると、お前も細切れにするよ。ちょっと待って。こいつ、どこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら、細々とパスポート作りの内職か。黙れ！お前のおかげで、俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ！助かったわ。あなた、人弁士に頼み事があって来たんでしょ。ああ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。わかったわ。ママ、お願いしていいよね。まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。キリュウさん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？
ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。さん、ほらよ。ありがとう、ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？ごめんなさい桐生さん、実はある人に譲ってしまったんです。何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。誰だ譲った相手ってのは？水野さんって人です。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある MEP という案内所にいると思います。これはお詫びです。何かの役に立ててください。では
あんた。ちょっと金持ってねえか。おい、てめえ。殺すぞ、俺は。邪魔だ。この町の夜なら私にお任せください。お前、水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。ん？神明？なんであなたが神明を？ちょっとわけがあってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。さすがにただとはいかないです。桃源郷の会員証は裏の50万ってとこでどうでしょう。わかりました。私と神明の出会いのきっかけとなった。ああ、気にしないでください。姉ちゃん、一緒に遊ばねえか。ちょっとぐらい付き合えよ。なおい、やめてください。約束あるね。ちょっとそこな。おい、止まれ。おい。お。ん？
ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。桃源郷に行く前に。わかった。Oops.
お客さんどうです、遊んでいきませんか。ねえちょっと、いや呼んでて。ねえちょっとお兄さん。おお、どうですか、うちで遊んでください。おお、おお、おいお兄さん、うちで遊ぶ。おお、よい、まあ9歳の女の子。わかった。おじさん、桃源郷へ行こう。行こう。ここか、桃源郷。行こう。桃源郷の会員証をお持ちですね。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあ、しんちゃんはもう…そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。
そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当に真嗣の知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろよ。探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。真島やめろ。
そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。ついね、お前が。あの女がアケミか。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の不当だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、桐生、芝浦に。ああ。